まあ、地元の不動産屋さんとかにはちょっともう花から無理だ無理だみたいな感じで言われたところもある中で、この子たちにそれを負わせたくないっていうのは、山林って管理できないですよね。その素人の人が維持管理してもらえる人に つないでいくっていうのは大切なことなんでしょうね。山はどうなんでしょう。山いります？山林は別に受け取らなくてもっていうんであれば、そうか、私にとってはちょっと重りになってたもので、他の方が宝の山だって言って活用する道が開けたんであれば、こんなにちょっといいことはないのかなって思います。やっぱり同じように困ってる方っていうのはこれからもどんどん助けてあげていかないと、まあできることはやっていかないとっていうところが思ってること。